問題、立方体および面状の物体を組み合わせて構成表現をしなさい。どうも、美大生チューバーのマイケルです。今回はですね、統合デザインという学科のですね、入試について見ていきたいと思います。まあ、この統合デザインという学科はですね、2014年に設立された結構新しめの学科ですね。まだできてから6年しか経ってないという新しめの学科なんですけど、まあこの統合デザインできた当初からですね、教授陣がビッグネームすぎるという、デザイン界のビッグネーム揃いだということで話題になりまして、まあ現在では志望者数、グラフィックデザインについて第2位、2番目に玉美の中で志望者数の多い学科となっています。今回はそんな統合デザインのですね、入試で満点を取った作品について解説していきたいと思います。で、今回入試を再現していただくのはリリコさんという方ですね。この方実はそのタマビのグラフィックデザイン学科卒業をされてるんですけど、まあ、タマビのグラフィックデザインの色彩入試、タマビの統合デザインの色彩入試、あとムサビでも実は満点3つ取ってまして、パンフレットに載っているんですね。その方の今回は統合デザインの再現をしてもらいます。リリコさんにですね、解説メモをいただいてますので、そちらをもとに解説していきたいと思います。早速メイキング見ていきましょう。レッツメイキング。さあ始まりました。まずは下書きですね。で、今回の課題のね、解説をね、少しだけしていきたいと思うんですけど、まあ立方体と面状のものという2つのモチーフが出ていますね。で、まあこの統合デザインの色彩試験っていうのは結構立方体とかそういうシンプルなものがね、出やすい傾向にありまして、まあその自分のね、表現、やりたい表現っていうのをしっかり出せるっちゃ出せるんじゃないかなと思っています。で、まあ今回のリリコさんの構成なんですけど、まあ、タイムスケジュールをいただいてまして、エスキースに10分、そして下書きに50分ということだったんですけれども、まあ、この下書きが終わった時点でもうかなりね、その勝負の中でいいポジションにいると僕は思っていてですね、まあ、その理由について順を追って解説していきたいと思います。まずはね、こちらを見ていただきたいんですけど、今回はね、その完成作品を最初に見せてしまうんですけど、まあ、大きく4つに整理することができるんですね、実はこちらの画面構成で。まあ1つ目、大きなものから順に言っていくと、まず1つ、白い画面に赤い紐っていう大きな構成になっているじゃないですか。まあそれが結構重要であって、まあ、この画面の勝負のポイントだったりします。白と赤で画面を作るっていうのがまず大きな整理としてあります。2つ目、密集しているところと逆に全く密集していないところっていうのがしっかり演出されていますよね。まあ、この紐がね、いっぱい来ているところと紐が1本しか来てないところっていうバランスの取り方ですね。まあ、これ外密といって、粗密という用語がね、結構この美術、美大受験界隈では使われているんですけど、これが粗密の演出になります。で、3なんですけど、紐、立方体という課題への対応ですね。立方体、この赤と白だけで画面を作るっていうのを大きな整理として決めて、その上でどう立方体をこの画面に足していくかっていうところですね。まあこの組み込み方うまいですよね。まあこの辺に立方体が存在してるんですけど、まあその立方体があるところの紐は太くなって分かりやすくなってますよね。で、まあこの白、背景の白をそのまま使うことによって、なんか見えたり見えなかったりっていう、立方体が見えてきたり見えなかったりするっていう、また視覚的な面白さが一つ足されているので、まあ、うまくね、絡まっていると思います。先ほど言ったその外密の話なんですけど、まあこれざっくり分けると、外密とさらに立方体のゾーンっていう風な3つに整理されて分かれているようになってるんですね。まあ、こういう演出がかなり大事でして、まあ、先ほど言った 1,2,3、 今のところまず第1が白い画面に赤い紐っていう構成で、2番が粗密、3番がその課題への対応、立方体っていうことなんですけど、2と3のバランスは結構一緒くらいですね。まず1っていうのが一番ポイントでかくて、2と3っていうのが同じくらいの大きさ、中くらいの大きさがあります。で、最後まあ抑えどころなんですけど、4ですね。まあ、粗密の粗のところにワンアクセントがあるっていうことなんですけど、まあ、この1本しか紐がないところありますよね。こちらになんか影が落ちてて、まあ、紐っていう説明がされてると思うんですけど、このグラデーションで影がついていて、これは紐ですよっていう描写っていうんですけど、物をしっかり紐っぽくリアルに描くという行為がされてると思うんですけど、ここでね、ワンポイントつけていくことによって、この面状の物体が紐なんだよっていう説明をしていく、ここワンポイントだけすることによって、他の全部はそうなんだ、これ紐なんだっていう風な説明がされて、
しかもここ一箇所だけで全てのことを説明してくれるっていう抑えどころですね。まあ、シンプルな構成、赤と白のシンプルな構成に見えて一見簡単そうに見えるんですが、実はそのシンプルな構成っていうのはとても訓練が必要で、判断力と絶妙なバランス感覚を試験本番までに鍛えなければならないということですね。メイキングに戻りましょう。さあこちらは下書きをね清書していく段階ですね。まあ、ざっくり柔らかめの鉛筆でなんとなくここにこの紐あってほしいなっていうのをざっくり決めた後に定規で清書していくっていうね、太さとかもここで決めていくっていう感じですね。まあ、今回その下書きがね結構重要な色彩構成になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、グラデーションとかっていうのを入れたりしないので、まあ、下書きの時点でこのような感じで、もはやねほぼ完成みたいな感じの見え方になっていますね。これでどんどん丁寧な作業していくっていう感じですね。はい、そして絵の具を塗っていきます。まあ、白を塗っていくんですね。薄い色から先に塗っていくんですが、今緑色をねちょっと混ぜましたよね。まあ、今回そのリリコさんになぜこの色を混ぜたかって聞いたところ、ただの白だとやっぱりちょっとね混色した方が並んだ時に差別化ができるっていうことと、あと赤が入ってくるのでそれとちょっと対比して映えるように混ぜたそうです。そしてこの赤色はですね、ポピーレッドとパーマネントレッドと蛍光イエローを若干入れているらしいですね。混色するとサイドが下がるので、それに蛍光イエローをちょっと足すことによってサイドが下がらないようにするというテクニックですね。はい、そしてここからどんどん赤色でね絵を作っていきます。赤色ねどんどん塗っていきます。紐をね全部赤くするんですけど、まあ、この作業ってあと残ってるのが溝引きっていう作業、この定規の溝を使ってまっすぐ直線を引くっていう溝引きの作業と、あと中身をね綺麗に塗るペタ塗り平塗りっていう作業が最後残ってるんですけど、まあ、これって結構その受験美大受験始めた時に基礎で習う、一番最初に習うものなんですね、平塗りとか溝引きっていうのは。でまあ最後にその基礎の作業だけ残してこの時間に持ってこれるっていうのはやっぱり戦略家だなと思いますね。勝つためのデザインっていうのを最初に全部凝縮しちゃって、最後も基礎作業丁寧な作業っていうのだけが残るようになっているという、まあ戦略家ですね、かなり。でまああと紐のね大きさとかバランスを見ながら最後描いていくっていう、結構僕もなんかそういうタイプなんでよくわかるんですけど、こういうシンプルな作業にもシンプルな作業こそ丁寧にやりたいみたいなねところがあるんじゃないかなと思っていて、ここはねあと丁寧にやればやるほど画面が良くなってくれるっていうボーナスポイントでもあったりしますね。でリリコさんのメモによりますと、そのリリコさん自体があの立方体をね立体的に描いたりパースとかつけるのが苦手だったようで、まあ、そこをね自分で理解して、まあ、こう逆に逆手にとって全部平面的にしてやろうっていう、立方体が見えてくるか来ないかみたいな面白さを逆にもう画面のタイトルというかテーマにしてしまおうっていう、その起点の聞き方がねやっぱり強いなと思いますね。でまあ美大受験においてその苦手をね克服するかしないかみたいな話がよくあるんですけど、まあ、まずね何よりも得意をね伸ばすことだと思うんですね、最初の優先順位的には。でリリコさんの場合この得意をねまずこういうかっこいい画面作れるっていうところを先に洗練して研ぎ澄まして伸ばしていくということだと思いますね。はい、そしてこれが3時間の時点ですね。3時間の時点でだいたい完成してきています。でここからリボンをねどんどん立体的にしていく作業が始まります。では美大受験生が一番鍛えるべきポイントっていうか感覚っていうのが、その時間をね管理する感覚だと思いますね。その何時間与えられた作業時間に対してどの時間でこれができて、まあ、最終的にこのような完成になるっていうのをしっかり計算できるようになることがね一番大事だと思いますね。なんでまあこの3時間の時点でほぼできているっていうのはかなり感覚が鍛えられているのではないかと思います。で影をつけていきますね。まあ、ここだけやっぱ影になって立体的になっているっていうのは結構ポイント高いですよね。この張り巡らされている赤いベタ塗りが紐なんだっていうのは、これがあることによって分かりますので、かなり重要なポイントですね。でまあここに45分くらい描写の時間が45分っていう風に捉えられているんで、この物体の説明ですね、赤いものが何かっていうのを説明する時間として45分間タイムスケジュールを取っているとのことでした。まあ、それくらい重要なことなんでしょうね。まあ、割合的にはかなり大きな割合だと思いますね。5時間の中で45分間描写しているっていうのは。はい、そしてこちらが描写をね完成させて全体的に手が回ったところですね。
で、まあ、ここから微調整をしていくところです。まあ、修正などねしていく時間だと思います。本番でもしっかりこの修正時間と微調整の時間っていうのを1時間くらいね、1時間以上取れたらいいなと思いますね。こういうなんかはみ出したり欠けたりしているところを修正していったりするんですね。で、まあ、あの近めの精度がどんどん上がっていくという、まあ、近めの精度を上げることによって遠目からの精度も結果上がってくれるんで、まあ、こういう綺麗な作業を最後に施すっていうのはかなり重要になってきますね。まあ、落ち着いて作業ができるっていうことですね。はい。そしてここで終了ですね。作業時間終了。完成作品がこちらですね。あのリリコさんにいただいてメモに書いてあったんですけど、この白いバッグにね赤い紐っていうのがプレゼント感みたいなものをね演出していて、ワクワクする画面がね出来上がったんじゃないかと思います。はい、ということでシンプルかつ大胆にですね切れ味のある画面が出来上がりました。皆さんいかがでしたでしょうか。リリコさんありがとうございました。ということで今回の動画はこちらで以上です。ご視聴ありがとうございました。バーイ。